マジトリトンが前回のアップデートでマジで俺強くなったと思ってて、来たね。俺ね、1年前ぐらいにトリトンスパーキー使ってたわけよ。マジで使ってて、これね、可能性ある。で、このデッキなんだけど、S さんっていうスパーキーで8200とかいってるプレイヤーがいらっしゃるんですけど、その方がトリトン強くなった瞬間にグラチャで12勝してたんです。ということで今日はね、トリトン強くなったことに乾杯。シャンパンを用意しました。乾杯。うお、すごい。こちらはですね、成城石井で買ってきましたシャンパンでございます。これガチモン。シャンパンってシャンパーヌ地方で取れたやつしかシャンパンって言えないらしい。他はスパークリングワインになるらしいんだよね。うわ、これロゼってやつ買ってみたんだけど、すごいすごい味だ。いきましょう。トン。すごい。ちょっと後でタイタイ飲んでもらいましょう。ほら、いやいや死んじゃう。よろしく。やばい、これロゼ。俺初めて食べたけど、結構きついな、味が。ちょっとわからないですね。僕はまだお酒が、まだビールが最高に美味しいっす。はい。で、僕ね、お酒弱いんですよね。だから、あんまりね、待って、これちょっと、スパーキー出せばよかった、最初か。うわー、やばいやばい、なんか相手の口車に乗せられてる感じがすごい。すごいすごい、やばい、めっちゃやばい。これはお酒のせいだ。これはお酒のせいだぞ、これは。なんか口がすげーシャンパンの匂いする。これなんで、じゃあ僕が今シャンパンをね、動画撮る前になんで見ようと思ったかというとですね、なんかスーツさんっていらっしゃるじゃないですか。僕はあの一回東京でね、ご一緒させてもらったんですけど、東京ってここ東京だけど、そう、その時に、お会いしましたけど、ファーストクラスの動画見てたんですよ。なんか、スーツさん、鉄道系の YouTuber なんだけど、飛行機とかもレビューされててね、それ見てたんですよね。だからなんかで、スーツさんがシャンパン飲んでたから、じゃあ俺も飲もうって思ったんだけど、動画撮ってる最中にあんま飲まない方がいいな。なんか口が回んなくなる。僕なんか基本ね、喋んなくなるんですよ僕。さあ、ちょトリトンやばくね、これ。トリトンをこれ大丈夫か、これ。おお、マジ、やばくね今の。待って、トリトンマジやべえと思うわ。ちょっと待って、いや、あ、でもこれマジアチャいける。マジアチャ引いちゃうまさかのわーっと。いや、これ、待って、鬼ありじゃね。いや、ゴブジャめっちゃサクサクするし、これ一番やりたいのが、スパーキーここにいるとするじゃん。スパーキーここにいて、ここからトリトンを出して、相手がエリウィズとかを出してきたら手前に引いてタワーで倒しちゃうみたいなことができるんですよ。それがマジでね、強いと思います。はい。あー、でも僕ね、エレウィズちょっと苦手なんだよね。これなんか出しすぎてね、俺角出ししちゃう。うん、ちょっと角出ししてみよう。角出ししてみて、ちょっとこれザップで飛ぶ。飛ばない。あ、飛んだ飛んだ。あ、なんかいろいろすごい。左も無視していいんじゃね。これ行くでしょ、これ。はいはいはい、はい、やばい、マジでやばい、マジでやばい。このデッキ強すぎるぞ。このデッキやべえ。ちょっと、あー、それうまい。待って、他を寄せつけない。でしょ、危ねえ、左危ねえ。このデッキ強すぎる。マジで強い。本当に強いっす。なんかね、いや、僕、なんだろう。エレキ結構僕苦手なんだけど、今の環境に合ってるのかな。だからワンチャンね、僕、ワンチャンマスケット重視の方がありかもしれない。僕はなんか僕これで展開行ったんですよ。僕クエイクバージョンで。だから、結構マスケ使い慣れてるっちゃ使い慣れてるのよ、ポン。ちょ、今のたまたまかもしれないからもう一回行こう。ちょっとガチ集中しよう。ちょっとこれシャンパン、これ。すごい味だ。マジで。すごい味だ。いや、僕ね、結構シャンパン好きなんですよ。スパークリングワインとか結構味は好きで、なんかね、あ、嘘、味は好きはちょっとカッコつけた。味は好きはちょっとカッコつけましたけど、結婚式とかさ、あとは祝いの場面で結構、シャンパンって出るじゃないですか。出るんですよ。だから、僕の脳内で、シャンパンイコール、なんか気持ちいいんですよね。うん、祝いとか、なんかおめでとうっていう気持ちだったりとか、そういうのがあるんだよね。だから僕はソーラー好きです。いて、やばいな、これエリキくんな。
エリキはミニペッカで、はい、いやマジヒースピンもやばい、あーやばい、オッケー。さあこれ相手何で守んだろう、五条ババとかかな、あーマジアちゃん、ええ、あーそっか、なるほどね、オッケー、そうです。え、これ五条ババとかつけてくんの、すげえやだ。まあ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 いいでしょいいでしょ。いやこのデッキおもろいな、このデッキマジでおもろい。なんかえ逆サイもめっちゃ強くない、だってゴブジャイで釣れるしトリトンで釣れるし、いやめっちゃ強いわ。まあでも言うても僕はあんまダメージ入れられてないんで、ちょっとあんまちょっとカッコつけすぎるとねよくないよ。これで後ろからペッカジャギンでしょ、どうせこの人ペッカ出しがちだよね。ちょ一回待つか、ちょっと一回待ちよう、待とう、コジョボとか来てくれたらまあいいんだけど、え相手も待ち系ピッポーじゃないこれ、そしたら僕の方が有利っすよ。いや僕ねゴブジャイスパーキーで残り1分まで待ったらもう絶対勝てると思う俺は。うん、それぐらいのメンタリティ大事。これちょっと攻めすぎ、えこれ行くんこれ、えこの距離待ってやばいわ、本当にやばい、ちょっと待ってマジでトリトンぶっ壊れる、やばいトリトンやばい。ペッカ来てペッカクペッカとエリウスでしょ、なるほどね、ちょっとやだね、はいはい、これでエレキをエレキをどうする、処理するか、はい、くるここでエレキちゃん来る、オッケー、これ2周目これ回してノックバックで回るでしょ、うわーやめてくれノックバックしてくれノックバック、もっとノックバック、あーやばいあーやばいやばい、切った、これは生きりオタク、これは生きりオタク店長、キョキョ、さあやばいぞ、集中力集中力が試される、オッケーオッケー、いい感じいい感じ、まあまあまあ左全然許容範囲するわ、エリキは届かない、さすがに、オッケーオッケー、まあでもエリキ来るからな右、さすがに出せん、もうなんかもう左分派しちゃうか、逆サイ来ないでほしいな、あーなるほどね、うーんなるほど、ちょっとこれスパークこっち出しとこう、なんかいやそうするとあんま美味しくないですね、うん、なんか美味しくねえなやばいやばい、いやトリトンやばい、トリトンマジでエグい、いやトリトンエグすぎる、エッグチキンタルトバーガーこれは、うわええそこまで引くん、グッドゲーム、やばくね、いや俺マジトリトンバカにしてたわ、僕はね結構使ってたんですよ、今日も結構普通に動画回してないとかで使ってて強かったんだけど、あこんななんか俺ちょっと動画だからカッコつけて結構攻めたんですよ、っていうのは結構は行こうポン離れててもトリトン出してたよわざと、でこれ届くんかなと思ったら届くし、まあ、それ昔かな、なんかアップデー情報ポン、あアップデーでね引く速さが速くなったんだけど、それも強いな、やばいなマジで。さあ行きます、まあこれ待ちっすね、もう待たなかったら待ちなんで、もう早送り、おおいやこれも待ち、ただただただ雪玉出すってことは、まあ、ラムライダーとかバルーンとかだと思うんですけど、前回のシーズンさ僕トロ上げした時になんかねよかった、うん、まあ、本当はね、いけなかったんだけど、いけなかったなりに、やっぱ相手のテンプレートとかもやっぱ理解できたし、それはすごいよかった。これ、俺、右ネイベッカの方が良かったな、今。ぶっちゃけ。うん。これ、ワンチャンこれ、ワンチャンこれ、ワンチャンこれ、なんか、ないか、ないか。キング起動、ない、全然、全然キング起動じゃない。うん、ロケ砲、これ、なんかバルーン感すごくない、バルーン感、うん、なんだ、それは。やべ、間に合わなかった。まあ、ただこれ、美味しいです。さあこれヒルスピが火を吹くよこれ、あーもう遅い遅っ、いや遅くはないわ、これ以上速くなったら逆に嫌だ、やめて、スーパーセルさん強くしてないそんなに、うんヒルスピもやばいから、うん、これどうしよう、なんかつけてきそうじゃない、前にすごいつけてきそう、ちょっとこれキング起動しときますか一回、やべえなんかスキー行きたくなってきた謎すぎるごめんなさい、本当に謎、本当に謎だね、ごめんなさい、シャンパン飲ん、お酒飲むと僕最初の20分だけ楽しいんですよ、まあ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 許容範囲ですね、
さあ、このスペッカーに対して何守るの？え？あー、スケルトン部隊か。でもスケルトン部隊使ったのはちょっと美味しいですね。よろしく。これひどい。いやこれ面白い。待って、じゃあ撃ちます。すいません、撃ちます。いや撃っちまったよ。撃っちまった。これあんま入んねえ気がする。あれ、左バル、右バルキリーか。これインフェターは来るし、間に合った。 OK、 間に合った。オッケー。やだ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 。はい、はい、オッケー。やべえ。トリトン？トリトン？トリトン？お前左くん。いやいや、そういうのそういうそういうそういうちまちまする。いや、トリトンやばいわ。真ん中出すだけでこいつトリトン無双するよ勝手に。やべ、なんか人なんか人なんか。オッケー。これはね、これ次ます。あー、でもそうするとあれか、ダメか。スケちゃん部隊来るな。 OK OK。 はい、切った。これ生きる。うわ、もう生きった。やばい、ちょっと生きった。あ、いやいや、なんか、いやいい、なんか、おグッドゲーム。待って、やばくね、ワンチャン展開、ワンチャン展開。いや、あんちゃんない。ちょ、誰かにさ、俺フレバト申請しようぜ。ちょ、ハネハネさんと戦おう。ポン、ハネハネさん来て。ハネハネさん動画撮ってるかな。ハネハネさん来てください、お願いします。ハネハネさん、ハネハネさん、ハネハネさん、ハネハネさん。よろしく。もうハネハネさんです。これはこの方はハネハネさんです。はい、この方はハネハネさんです。よろしくお願いします。さあさあ、まあ相手が来てから合わせたいですね。どうなんだろう、ヒルスピ出していいのかな。まあ、ヒルスピで手札回しぐらいならまあギリありなのかもしんないな。なるほど。ちょっとこれもう形組んじゃおうかな。よろしく。ちょっと形組みたみですね。ゴブ折りって今何のデッキに入ってんの？ロイホグとか、あとジエンゴレとかかな。ちょっとあんまり最近の終えてないですけどね。ムートスケラか。これ何でボイス組んだろ相手。エレキちゃん来るんかい。ちょっとこれヒルスピ出しても。いやね、おお、ミニペお前乗りしとる。ミニペ、俺ミニペ殺したサボタージュしとったよ今。いやこれ痛すぎる。うわー、もうスケラブンブンのですけど、まあなんかまあまあしゃあないな。もうこれもうちょっと見なかったことにしよう。ちょっと見なかったことにして。地味なかったことにして。はぁ、どうしようかな。まあスパーキー出しても形作りたいけど、なんか守られちゃいそうな気すんな。多分ゴブ折りとか来るんでしょ。よろしく。ゴレか。ゴレ、ゴレなの。ムート、ゴレムート、陸受け豊富すぎん。ゴレムート、ダクプリ、ゴブ折り、陸受け豊富なんで、エレウキでしょ。オッケー。さあ攻めよう。ショータイム。ここ頑張れ。いやー意味ねえ、なんか意味ねえぞ、なんか意味ねえけど、これ行くしかねえな。いやーなんか全然良さが出てない。いやなんかワンチャンある、ワンチャンある、ワンチャンある。どっちどっちどっち、どうなってんの今。うわーやだ、すげえやだ。すげえやだ。さあ残り27秒届きたいな。さあゴブジャイのカチンコチンだけ行きたいですね。でここでハエレキちゃん、さあ頼む、サクちゃん、さあゴブちゃん、サクちゃん、ゴブちゃん、サクちゃんが測る。ゴブちゃん、サクちゃん、いけ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 。グズケン、マジか。最後負けるジンクスなんなん、なんかなんかマジであるんですよね。しょうがない、ちょっと酔ってきたし。まただよ。まただよ。もしね、もし応援してくださる方いたらね、くれたこと、キヨキヨよろしくお願いします。トリトン
使いましょう。ちょっとワンチャンこのデッキありっすね。まあ、ダクプリ、うん、だからちょっといろいろ使ってみて、ちょっと自分のねデッキまた模索しようかなと思ってます。今日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録こちらポチ、チャンネル登録していただけますとね、明日の動画を見ていただけると思いますんで、ぜひともチャンネル登録お待ちします。そしておすすめ動画ございますんで、まだ見てない動画ある方はぜひともチェックしてみてください。ということでご視聴ありがとうございました。